ジップシー岩石は、ヨハン・シュトラウス2世のオペレッタ、コウモリに次いで有名である。1885年10月24日、シュトラウスの60歳の誕生日の前日に、ウィーンのアンデア・ウィーン劇場で初演された。劇中の一場面、ハンガリー人の作家妖怪モールの短編小説、シャーフフィをもとに、ハンガリー人ジャーナリストのイグナーツ・シュニッツァーが書き上げた、台本には、 ハンガリー情緒がふんだんに盛り込まれている。わずか6週間で書き上げたと言われるコウモリとは異なり、シュトラウスはこの作品を2年の歳月をかけて作曲した。初演は大成功を収め、以後ハンガリーを題材にしたオペレッタが数多く作曲され、人気を博していくことになる。序曲や第三幕で演奏される外戦の入場更新曲。 そして劇中で使われるワルツを用いて作曲された宝のワルツなどは演奏会で単独でも演奏される。芝居を好んだという当時のオーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世は、このジプシー岩石を大いに気に入り、劇場の皇帝席にシュトラウスを呼び寄せた。シュトラウスは非常に興奮しながら、その時のことをユージングスタッフレビにこう語った。 シュトラウスは当初、ジップシー岩石をオペレッタではなく、喜劇的オペラと名付けようとしていたという。シュトラウスはオペレッタばかりでなく、オペラにも進出したいと考えるようになっていた。皇帝から不用意に飛び出たオペラ発言は、そんなシュトラウスに大きな喜びを与えたのである。現在もオペラとオペレッタを区別する習慣は、欧州に若干残っているが、 当時はウィーン国立歌劇場がオペレッタを一切上演しないなどより厳格だった。ウィキメディアコモンズにはジップシー岩石に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。